これも、はい、はい、これも、これも、これ、じゃあ、どうぞ。はい、皆様すみません、どうも、9時半になりましたので、ただいまから、本日、着工外問題、産問題和光度研究会、それから、まあ、オブザーバーとして、伊達原発反対発生連絡協議会、の両者によりますとですね、これまでの伊達原発の海底泥の調査を、まあ、1978年から、33年間わたって、やってまいりまして、和光度県の皆さんが、伊方の原発沖の海底泥を採取し、それをですね、京都大学の松井研究所の原子力研究所の小出先生の方で、ずっと調査をして、検査をしていただきました。でその結果はこのほどまとまりましたので、まあ、それをですね、一応そのまとまったものを和光度県と先生の方から、まあ、発表として説明していただきます。それを今日、設けたしました。報道陣関係者の皆さん、今日ご出席いただきまして大変ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まず和光度県 の、 簡単な概説説明と、それからあと小泉先生の説明と、そしてその後、皆さん報道の関係者の皆さんから、質疑をしていただいたらと思います。で、あと今日は後ろに何か来ておりますが、これは大体これまで、原子力発電所、伊方県の原子力発電所に反対活動をずっと長らく続けてこられました原発再エネネットワークの皆さん、あるいはこのこと福島事故の後来られました南予50キロ圏内の、まあ、住民の会の皆さん、等々の皆さんが今日の発表ぜひ、まあ、一緒に来たいということで、出席していたいと思います。それから、今日は、まあ、NHK も今来ていただいています。それから、IWJ の皆さんが来て、今、これ一応生中継ということで、全国各地に一応今、出張していただきます。まあ、その点を皆さんにご了解いただきたいと思います。それからこの皆さんの手元にお渡しします報道陣の皆さんも一つ国家問題和光度研究会のこの資料、この裏面、表面の一番下から3行目、1号が運転を開始した1978年というのは1977年の誤りです、これを訂正してください。それから裏面の1,2,3,4,5,6,7,8行、下から8行目、小出弘明先生の弘の字が、これ、示す辺の谷、U という字でございます。これ、間違うと言いますので、書き直してください。小出弘明、示す辺の谷です。弘、分かりました。はい。はい、それは、ぜひ、訂正していただいておいていただきたいと思います。では、それでは、まず、和光度県の方から、簡単に、この和光度研究会の結成の経緯、それからまあ調査の経緯と概要、簡単にその説明をしていただきます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。大変忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。私たちも大変こういう不慣れな場なので、まあこれうまく説明できるかどうかわからないのですが、あとはもう小泉先生、尾崎先生、発生の和光度会の皆様の協力を得ながら、ぼつぼつ進めたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。もう和光度会の発生等につきましては、やっぱこういうのを読んでもらって結構ですので、もう後でこう説明がもし聞きたいことがあれば説明しますので、この文章通りでございます。ここでその海底の調査につきましては、春と夏か2年ぐらい、まあ、行っていたわけなんですが、もうだんだんの年も取ってきましてもうだいぶ忙しくなったという関係で、まあ、年1回程度にさせていただきました。
これでもうこのところは、ちょっともう休んどるというか、もう集大成としてもう終わりにするかということで、まあ、一応終わりということで本日の結果となりました。まあ、本来ならまあ先生もまだどうなるとは言ってもらったんですが、まあ、先生の方ももうあと 1,2 回でもう難しいということになれば、私たちももうこれ以上してもあれかなと思いまして、もうやめるという決断をいたしました。まあ、今後はまあもう目で見て伊方原発がどういうふうになっていくのかはもう私たち海でまあ了承しているものですから、まあ、その都度やっぱそういう関係で発見するしかもう方法はないんじゃないかと、もうこれ以上私たちができることにつきましては、その科学的なことはちょっと不可能です。ですが私たちは海の魚によってどう変わっていくかということにつきましては、僕たちはもう生きている間は頑張ってみようと思っておりますので、もう一つ協力していただいたらと思います。まあ後のことにつきましてはもう順次話をしながら質疑があったら受けるということで、もうこれぐらいにさせていただいたらと思いますので、あとよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。まあ、また具体的なことは言われましたように、はい、また後の質疑の中々で皆さんお尋ねしたいございましたら、聞いていただきたいと思います。それでは、早速でございますので、小泉先生の方からこの調査結果についての資料をこの、まあ、一応資料に沿って皆さんのお手元に全部いっておりますでしょうか。この資料を、はい、沿って一応ご説明していただきたいと思います。じゃあ小泉先生、すみません、よろしくお願いします。はい、どうも皆さんおはようございます。おはようございます。どんな調査をしてきたかということに関してはケンちゃんが言ってくれると私は思っていたんですけど大丈夫です。私は和光土研究会の皆さんが海底の砂とかを集めてくれた、それをただただ放射能の測定を私がお引き受けしたということであって、その報告だけすればいいのだと思って、ここに座っています。まあ、とりあえずその報告をさせていただきます。あそこに映していますので、画面を見ながら聞いていただきます。もう皆さんこの場にいらっしゃる方はご存知だと思いますが、原子力発電所というのは単なる湯沸かし装置です。この上にある絵がそうですけれども、水の中にフランをつけておいて、あ、これでクリックで動かして、これでいいんですか。リモコンあるんですか。リモコンあるんですか。リモコンあるんです。リモコン持ってある。あ、いいの、はい、大丈夫です、できます。このウランを核分裂させて、出てきた熱で水を沸騰させて蒸気にする。でタービンを回して発電するという、ただこれだけの道具です。でただしここで核分裂させるウランの量というのが膨大な量だということで、結局都会に建てられずに過疎地に建てると、言い方にも、まあ、松山には建てないで言い方に建てるということになったわけです。でそのじゃあ一体どのくらいのウランを核分裂させるかというと、ことを今から見ていただくのですが、この左の下に今書いたこの小さな四角、これが、広島の原爆が炸裂したときに核分裂したウランの重量です。で一方原子力発電所というのを動かしてしまうと、標準的な原子力発電所を1年間運転させるとこれだけのウランを核分裂させる。つまり広島原爆のが核分裂したウランの優に1000倍以上のウランを核分裂させるというのが原子力発電所なわけです。ですからまあ膨大な燃料がまずは必要になるということと、核分裂させてしまえば膨大な核分裂性生物、放射性物質というものが生み出されてしまう、そういう道具だということなんですね。また間違えた。それをなんとか閉じ込めなければいけないということで、四国電力なんかは五重の壁で放射性物質を閉じ込めているから原子力発電所は安全だと言ってきたわけです。五重の壁の説明がここにありますけれども、
一番初めは燃料のペレット、瀬戸物に焼き固めたものですけれども、その瀬戸物の中で核分裂性生物ができるから、核分裂性生物は出てこないよと、四国電力は言うわけですね。それから燃料の皮膚岩というのが、まあ、この細い物干し竿のようなもの、まあ、このくらいの太さですね、これで4メーターぐらいある細いパイプの中に、ペレットが入っていて、そこで核分裂性生物が生まれるけれども、このパイプが健全なら外に出てこないよと言っているわけです。それから原子炉圧力容器という圧力釜があるし、その周りに格納容器という放射能を閉じ込める防壁がある。でさらにコンクリートの建屋もあるから、放射能なんか外へ出てくることはありませんというのが四国電力の説明でもあるし、まあ、東京電力の説明でもあったわけです。で今皆さんご承知のように福島第一原子力発電所で事故が起きたわけですけれども、この5つの壁が全て壊れてしまって、放射性物質が大量に環境に出てきたということになっているわけです。しかし事故でなければ放射性物質は出てこないのかといえば、もちろんそうではなくて、こういう構造物というのは必ず欠陥がありますので、平常時でも放射性物質というのは環境へ流れてきているという、そういうものなのです。例えばこれも四国電力の説明図ですが、放射性物質といってもいろいろな形のものがある。気体状の放射性物質、液体状の放射性物質、固体状の放射性物質がある。それ日常的にじゃあどんなふうに始末をしているかというと、まあ、気体は気体で、いろいろな形でフィルターで放射能を捕まえたりするということになっているし、液体のものもさまざまな装置で放射能を捕まえるようにしています。固体も燃やしたりするけれども放射能は捕まえますということになっているわけですけれども、じゃあ最後は一体どうなるかというと、例えば気体の場合はここですね、放射能検知器で測りながら排気筒から外へ出すと言っているわけです。でそれを監視しています。つまり出しているということは四国電力自身がもうこうやって書いているわけですね。液体にしてもさまざまな処理をするけれども、最後は放射能検知器で、測定しながら排水として排水とともに海へ流す。それを海で監視するということになっています。固体の方も燃やすわけですけれども、燃やした後はやはり放射能を測定しながら排気筒から出してそれを監視しますと言って、もうつまり日常的に出していますということ自身は四国電力を含めて電力会社がもう初めから認めているわけです。それをなんとか、どのくらい放射性物質が環境に出てきたかということを測定したいということで、まあ、和光土研究会の方々が自分たちの海の汚染を調べるという仕事を始めてくれた。これが新潟原子力発電所ですけれども、3つ1号機から3号機まで、こんな形で狭い敷地の中に、立っているわけです。これを動かすときに、まあ、タービンを回して発電するわけですけれども、タービンのところで、蒸気をタービンによってタービンを回すけれども、余熱を持ったままの蒸気が出てきますので、それを複水器というところで、また水に戻して原子炉の方に戻すのですけれども、その水に戻すときに海水を引き込んで、海水で、まあ、蒸気を冷やして水に戻すということをやる。そうすると海水の方は熱をもらってあったかくなって海へまた戻っていくという、そういうことになっているわけです。これが、伊方の原発の1号機、2号機、3号機ですけれども、1号機は77年の9月の30日から運転を始めました。2号機は82年から、3号機は94年からということで、運転をしてきたわけです。で、ここが海水の冷却で使う海水の量ですけれども、1秒間に1号機だけで38トンの海水を使う。2号機も同じ出力ですので、1秒間に38トン、
3号機は出力が大きいので1秒間に65トンの海水を敷地の中に引き込んでそれを温めて海へ戻すということをやっているわけですね。合計するといくつになるんだろう、140トンぐらい、1秒間に140トンというような海水を引き込んでその海水を温度を7度上げて海へ戻すというようなことをやっているわけです。1秒間に140トンというような川は多分四国にないんじゃないですかね。まあ、吉野川がよりも上は少ないけども、肘川なんかこのね、あの、はい、愛媛県最大でしょ、3番目の肘川が40トンぐらい、はい、前は暖かい川が伊方の発電所の敷地に忽然としてできてしまったということなんですね。ですから、まあ、あのケンちゃんたちはまずはその暖かい川のおかげでどんな風に海が変わるかという調査を、やってきました。で今日はあの私は放射能の測定ですからそれだけの報告しかしませんけれども、その暖かい川というものも環境から見れば大変な、まあ有害というかですね、ものになっているはずだと思います。で放射能の調査だけ私は聞いていただきますが、どこでやったかというと、ポイント A からポイント B まで、4カ所で調査をしてきました。一番初めはこのポイント A とポイント B というところでやったのですが、これなんでこの2カ所を選んだかというと、ここに伊方の発電所があって、冷却水をこちら側の西側の湾から引き込ん で温度7度上げて、まあ、合計で140トンの海水を今度はこちら側の湾で放水口でこちら側で出したんですね。ですからその取水口の側のポイントと放水口の側のポイントというのを2カ所選んで、その海底の泥を集めて比較しようという仕事を始めました。当初はこの2カ所だけだったんですが、順次ポイントを広げまして、イサキの前のポイント C とか、もっと東へ行ったポイント B という4カ所で調査を続けてきました。その結果がこれです。このポイント A というのはさっき今聞いていただいたように、伊方の取水口側の湾でどういう放射性物質がどれだけあったかということを、まあ、長い調査のを全部書いたものです。1979年のところからデータを取ってあるのですが、一番上にあるこの黒い白抜きの丸印、これはあのカリウム40という天然の放射性物質です。で、まあ、ほとんどあの変わらずずっと、まあ、海底の砂の中にあるというデータです。それからここにあの下向きの三角形と上向きの三角形がありますが、上向きの三角形は、ウラン系列と私たちが呼んでいる、これもあの天然の放射性物質、下向きの三角形がトリウム系列という天然の放射性物質です。砂の中にもちろんそれが恒常的に含まれているということが示されています。そしてその下にあの青い丸印がありますが、これがセシウム137という、今の福島の発電所から吹き出してきて、大問題になっている放射性物質がこれです。でこれは、今福島から吹き出してきている、まあ、原子力発電所を動かして、できたセシウムもあるわけですけれども、おそらくこれはそうではなくて、1950年代から60年代に行われた大気圏内核実験というのがあって、それでもう全地球がセシウム137で汚れていたわけですが、その影響だろうと私は思っています。だんだん少しずつ減ってきてくれているのが分かっていただけると思います。その下にある赤い、四角いやつ、これがコバルト60という放射性物質で、これは核実験ではほとんどできませんし、半減期が5年しかありませんので、大気圏内核実験のものは仮にまあ少しだけできたとしてももう今はほとんどないと思っていいやつで、もしこれが検出されるとすると、原子力発電所から出されたものだと考えていいだろうと思っているものがこの赤い印のやつです。ただし赤いやつのうちでも、塗りつぶした 赤と白抜きになっている赤がありますけれども、
コバルト60というのはちょっと変わったというかですね、ガンマ線を測定しているんですけれども、特徴的なガンマ線を2本出すというそういう性質を持った放射性物質なんですが、特徴的なそのガンマ線2本ともきっちりと測定できたものは確実に汚れがあるということで、塗りつぶした方がそうです。でこの白抜きの方は本当なら特徴的なものを2本とも検出できるはずなんだけれども、どっちか1本しか検出できていない。そうするとこれは不確かであって、ひょっとすると間違えてるかもしれないというのがこの、白抜きの方です。でも、伊方原子力発電所が動き出して77年から動き始めたわけですけれども、当初確実に海の砂が汚れていたということが何回か見つかったわけです。これは取水口側の海底の砂です。では次はこれがポイント B ということで、放水口側なのですが、同じように天然の放射性物質とかセシウム137がありますけれども、コバルト60が確実に見つかったポイントが調査が何度もずっと続いていますし、不確かだというものも結構あって、ずっと長い間取水口側の海底の砂が汚れていたということが分かります。でこれで海水を吹き込む方の湾と、それから温まってそれに発電所内から出てきた放射性物質を薄めて流すという、さっき四国電力の図にあったわけですけれども、その薄めて流した方の放水口側の湾の土とを見ると、放水口側の方が汚染が高くなっているということが分かったわけです。こういう傾向がじゃあ他のポイントでどうかということで、ポイント C とかですね、イサキの前とか、それからもっと離れたところも測定をしてみたわけですけれども、イサキの場合は確実に汚れたというのが一度も見つけられないという状態でしたし、もっと離れたところでももうコバルトの汚染というのはほとんどないということで、長い調査を続けてきた結果、やはり、放水口側のこれですね、放水口側の湾が特異的にコバルト60という原子力発電所由来の放射性物質で汚れていたということが、この研究会の調査で分かってきたということなんです。ただし見ていただけると分かっていただけると思いますが、だんだん汚染が少なくなってきたわけですし、2000年を過ぎた以降はもう調査をしても汚染が見つけることができないというぐらいに、少なくなってきているわけです。これがその、ポイント B という放水口側の、先ほど見ていていただいた図ですけれども、そのセシウムという大気圏内核実験で、放出された放射性物質の汚染がどんなふうに減ってきたかというのがこの実際の黒丸なんですけれども、この黒丸の減っていき方というのがどのくらいのスピードで減ってきたかということを、評価しようとして、一本の線で引いたのがこの線なのです。で実行半減期と私たちが呼ぶようなもので、どのくらいのスピードで減ってきたかというと、約18年経つと半分ぐらいの汚染になるということがこの図で示されています。つまり、伊方の原子力発電所の前の海底の砂にあるセシウムが18年で半分、汚染が半分ぐらいになっているということを この図は示しているのですが、セシウム137という放射性物質自身は半分に減るまで物理的に30年かかるというそういう性質を持っているのですが、伊方の前の砂では実は30年も経たずに減っていってくれていると、つまりどこかに流出して薄まっていっているということを多分この図は示しているのです。でじゃあコバルトの方はどうなのかというと、やはり同じように線を引いてみると半減期が 5.36 年になったのです。でコバルトと、もしセシウムもコバルトも、ごめんなさい、もう少し言います。コバルトというこの放射性物質は半分に減るまで 5.2 年かかると
いうあの放射性物質で、ほとんどその、物理的な半減期と干潟の前面の海底の砂が実効的にどれだけ減っていくかというのが一緒になっているんですね。セシウムの場合には、物理的な半減期よりも早く減っているのに、コバルトの方はそうはなってないということは、多分追加的にコバルトの方は、汚染が流れてきているということを示しているのだと思います。それでもまあだん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 減ってきてくれて、2000年以降はもうほとんど検出できないという状態になっているわけですし、まあ、先ほどケンちゃんも言いましたけれども、まあ、これからはもう測定をしなくてもいいだろうというぐらいに、伊方の原子力発電所の前の海も、まあ、汚染が減ってきてくれたということを示していると思います。どうしてそうなったかということなんですが、これはあの日本全国の原子力発電所からの放射性物質の放出量というものを一枚の図にしたものです。例えば四国電力の伊方原子力発電所からは毎年毎年どれだけの放射性物質を出しましたと言って国に申告しているわけですし、東京電力も関西電力も申告しているわけですね。そういうデータを全部集めてきて、一つの図にしたのがこれです。で下の方にあの上からいきましょうか。この赤い丸印のやつは気ガスといっている排気筒から、外におっぽり出している放射性物質の量ですが、当初は結構多かったのがだん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 今運転管理を厳しくして、排気筒から放出する気ガスの量が減ってきているということを示しています。それから下の方に、あるのが要素という放射性物質と液体で温排水に混ぜて放出している放射性物質ですけれども、それも運転管理を厳しくしながらどん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 減ってきてくれているということがこの図で分かります。一つだけどうしようもないのがトリチウムという放射性物質で、どん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 原子力発電所の奇数が増加するに従ってどん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 増えてきたというのがトリチウムという、これは水素でして、完全に水になってしまうのでどんな処理をしても取れないということで、原子力発電所の奇数が増えるとともにどん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 環境に海へ流すのが増えてきたということを示しています。それでこれが伊方なのですが、同じように気ガスや要素は少しずつ少しずつ減ってきてくれていますし、トリチウムだけはどうしようもなく増えているということも分かっています。で問題はこの液体と言ってるやつなんですが、温排水に混ぜて放水口から海に放出された放射性物質というのは、動き出した当初は四国電力も確かに海へ流したと言っているのですね。で私たちは79年ぐらいから調査を始めて、伊方の放水口の側の海が汚れているということを見つけて、ケンちゃんたちがこれを、まあ、ワコル研究会が報告をしたわけですね。新聞なんかも取り上げて一時期は大騒ぎになったはずなんですけれども、それを受けて四国電力がこれはまずいと多分思った。ですからなんとかその海へ流す放射性物質の量を減らさなければいけないということで、82年以降は四国電力の報告によればもう海には放射性物質を流してない、検出できるほどには流してないということになったわけです。つまり四国電力としてはワコール研究会が海の前で調査をしていて自分が流した放射性物質を見つけているということに彼らが気がついて、見つけられないようにしなければいけないということで海へ流す放射性物質の量をなんとか少なくするということをやったのだと思います。もちろんそうすべきことだし、ワコール研究会が調査をしたがゆえに海への汚染が実際以上減ってきたということに示しているのだと思います。まあこんなことで、まあ、なんで住民がこんな調査をしなければいけなかったかと私は思いますけれども、でもワコの研究会の調査のおかげで海の汚染というものが少しずつ減ってきてきれいになってきたということですから、まあ、ワコの研究会が長い間調査を続けてきてくれたということはやはり意味があったと私は思います。もう
皆さんにこんなことを言う必要はないと思いますけれども、原子力発電所なんて喜んでる受け入れた地域はどこにもないと思います、財政が苦しくなってしょうがなくて受け入れたわけですし、言い方も多分そうだと思います。で、1号機を押し付けられてしまえばもう抜け出ることができない、たくさんの箱物を作ってしまって、その維持のためにお金がかかるわけですし、固定資産税交付金がどんどん減っていってしまうので、次々とまた2号機作ってくれ、3号機作ってくれということになってきたのだと思います。で、今もまあ再稼働とかいう話があるわけですけれども、結局また動かしてもらわないとお金が来ないということで、伊方町自身はまたそれにすがりつくことになるんだろうなと私は心配しています。でもなんとかそういう状態から抜け出さなければいけないと思いますし、地域の人たちがやはり自立して生きられるようになってほしいと私は思います。ただし、一度麻薬に手をつけた患者が自分の力だけで抜け出るということはとても難しいことなわけですから、その立地地域だけに押し付けるのではなくて、まあ、もっと広範なつながりで、なんとか原子力から抜け出るということをやらなければいけないのだと思います。まあ、そのために、まあ、ワコロ研究会の人たちの長い苦闘の調査が少しでも役に立てばいいのだろうなと私は思います。以上、簡単ですけど終わりにします。それでは、すみません、今の話を受けて、今日の、報道陣の方の方からご質問ありましたら、どうぞそれぞれ、質問していただいたらと思います。ポイント A、B、C、D、取水口側が水道圏に何メートルとか、分かりますか？大雑把に言うとこの図ですね。はい、これですね。この海岸から、300ぐらいかな。300メートル。原発から行ったら西側どのぐらいなの？こっちから行ったら大体同じぐらいかな。300メートル。はい。でこちらはね、海の上で、400ぐらいかな。原発から。あ、こっちからでしたらね、500ぐらいはあります。これからこう、これから400ぐらいかな。500。はい。三崎ってどのくらいの？あの C で。三崎は15キロ。15キロ。三崎までは。あ、11。15キロ。結構なんか。ま、前の話ではそうやったけど、それはどんな11キロ、原発と岬これ、距離は15キロは話、これから11キロぐらいで11キロぐらい、まあ、ただ一番向こうのポイントはもう15分6分、そう、それぐらいが、そこら辺が15分、そうやな、はい、D はもう大洲ですか？そうです、大洲市です。あ、大洲市に入る、はい、D はこれ本当はですね、小泉先生も言われたんですが、瀬戸内海は干満の差がまあ激しくて、本来はこちらへ行く潮とこちらへ行く潮があるんですよ。でこちらへ本当は引き潮が多いから、本当は三崎の湖を調査した方がいいんじゃないかという話はあったんですが、それはちょっと僕のところからかなり距離的に遠いので、もうここでまあやめたことはやめたんです。本当潮の関係で言ったら、これを大体強いの、ひょっとしたら半島のほどもっとこう汚染は進んでるんじゃないかなと思ってるんですが、関連で砂を取った深さ、海底の深さって大体どれくらいですか？40メーターから50です。はい、全部40から50メーター。いや、僕らのところはちょっと浅いです。 C が、はい、C は20から30ですね。D もそれぐらいです。もう こっちはちょっと海が深いんですよ。グッと。
砂を取るのになんか特別な機械とかあります。尾崎先生の方に貸していただきまして、最低機、あ、最低機、最低機、あ、これです、持ってないな、あ、あそこね、あ、最低こんな、あの、海底の砂を集めるための最低機という、あの、まあ、実験装置というか、これがあって、それをあの、ボンと落として、海底に、あの、つくとですね、ガバッと砂を掴むような構造になっているのですが、それで引き上げます。これは上がったところです。はい、もともとはあの蓋が、ここが蓋になっているんですけど、それが開いている状態で海底に落として、でその蓋をバッと閉めて砂を掴み取るというそんな道具です。でその砂を小出先生のところに、はい、でこれをあの、まあ、あのあそうですね、こんな風に、こんな風な、まあ、ウィンチであのロープ引っ張ってますけど、引き上げて、それを乾燥させた、させてもらって私に送ってもらって私が測定するということをやります。これあの乾燥でもね、3つかなんですね。3つに取るんじゃない、上と下と一番下と、うん、粗いのと実際のともう一つ、あ、2つかな。年1回というのは月が決めておられるんですか。大体月は、あの大体ね、先生はお祭りに来られるんで、その時を取って帰ってもらったらいいので、まあ、7月、8月ぐらい取って、で乾燥させてもらう。これあの図を見ていただいても分かると思いますが、初めの頃はかなりあの頻繁にそうですあの取ってたんですよ、1年に2回とかね。たくさん密に丸が並んで、丸や三角並んでるのを分かっていただけると思いますが、この辺はもうあのまばらになってきて一年に一遍もやらないというそんな状態で、まあ、まあ、いつも最適をね、あの海底になくしてしまったようなね、そういうアクセントがあったりしてね、はい、いろいろ大変なことですけど、また新しいやつまた構えてもらったとか、はい、すみません、そういう先生のお話ですけど、ちょっと物理の知識がないんであれですが、あの今さっき言われた、セシウムの半減半減で流れに出ている釜で、コバルトの方はちょっと追加で増えているんじゃないかと、質量の違いってあるんですか。コバルトとセシウムで、セシウムが流れやすくて、いや、そんなことはないはず、そんなことはないはずだと思ってる。ですから例えばその海底の砂が全く移動しないとすると、あの同じ量の摂取、同じ量の摂取がそこにずっと動かないでいるとすると30年で半分に減るという形で減るはずだと。セシウムという放射性物質は30年経って半分になるという物理的な性質を持ってますので、全くそこに海底の砂が動かなければ30年で半分になるというスピードで減っていくはずだと私は思うのですけれども、実際には早く減ってるわけですね、物理的な減り方よりも。つまりそこにじっとしてないで、要するに砂が流れていって薄まってるんだと私はセシウムについては思ったわけです。で同じようにコバルトだって、じゃあ砂が流れていってる、いっているのであれば、物理的な半減期である5年よりも早めに減っていくだろうと予測をしたのですけれども、でもコバルトの方は早くは減らないんですね。つまり新たに追加されて減っているのに、を減っている分を保証するほどにまた追加があるから結局減らないということだと思うのです。ですから四国電力は当初まあ、この件が見つけてしまったので、放出する量を減らしたと私は思っているわけだし、四国電力のさっき その報告でも、当初は出していたけれども、それ以降は出してませんということになっているわけですけれども、でもやっぱり出しているんですよね。量は減って四国電力の測定ではもう測定できないとは言っているけれども、やはり何がしか出しているがゆえに、セシウムと同じようには 減ってくれないという状態が続いてきたんだと思います。コバルトがすごく重くてずっとそこに沈殿しているというわけではない。そんなことはないです。どっちにしても砂にくっついてしまっているので、砂の挙動で動いていると思います。どこから出てきた、由来するものはもともとは何だというのか。原子力発電所というのはほとんど鋼鉄でできているんですよね。圧力原子力もそうですし、配管もそうですけれども、
そういう鋼鉄の中には必ずコバルトという元素が不純物として含まれているんです。でそれが原子炉が動くことによって中性子で、まあ、被爆をしてですね、コバルト60という放射性物質、放射能を持った、コバルトになってしまうのですが、それが、錆びたりして、一次冷却水の中に溶け出してくるのです。で溶け出してきたやつを四国電力は、さっきの図ですけれども、液体で コバルト60なんかが、含まれてきた汚染水ですね、汚染水を処理すると言ってるわけですけれども、最後は薄めて温排水と一緒に海へ流すという、これをまあ日常的にやっているわけです。ですから運転して平常運転時に一時冷却水が汚れて、それがまああちこちからポンプとか配管の継ぎ目とかから漏れてきてきたりしているわけで、その一部は捕まえるけれども一部は海へ流していますと四国電力が言っているわけですし、その汚染を、まあ、我が国県が海の砂の汚染として検出しようとしてきたわけです。今の内容にちょっと関して報道陣の方だけちょっと今の説明の内容を、朝日新聞の佐藤、管理を厳しくするものって、それは抑制できたという。そうです。はい、どう管理を厳しく、ここで、はい、だからいろんな蒸発処理とかですね、フィルターで、まあ、捕まえたり蒸発処理をしたりして、できるだけ捕まえるということをやるわけですけれども、多分当初はこの蒸発処理でも何でもいい加減な形で処理をしていた。だから汚れたまま海へ流すということをやっていたんだと思いますが、それはやっぱりまずいということで、この蒸発の処理とかですね、フィルターの性能を上げたり、あるいはろ過したりするわけですけれども、そういう運転、まあ、排液処理ということを厳密にやるようになってきたということだと思います。すみません、ちょっと和光研究会のことをお聞きしたいんですけれども、1971年に、結成されたということですが、当時は何人ぐらいの方でしたか。まあ、弱10名です、約。弱10人で結成されて、はい、皆さん当時は20歳代だったんです。だから和光だと。和光ではないですけども、今は。今は皆さん60歳代の和光。年金もらえるんで。皆さん60代に。そうですか、ね。で、何人ぐらいいらっしゃるんですか。残ってるのは6名、6名です。6人ですか。新鮮は入れろよ。当時の10人というのは皆さん漁師さんだったんですか。いや違いますよ。漁師さんは1名、あと農業サラリーマンです。現在の6人の方で漁師さんは残ってらっしゃるんですか。はい、8人、8人、2人新入会員が増えました。はい、8人です。循環になる。漁師は何人いらっしゃるんですか。1名です。漁業関係者が働いてる。まあ、2名あ、2名です。あ、2名、はい、で、じゃあ漁師の人が自分の漁船で調査活動をしてきたという。はい、あ、で、その時はですね、僕は漁師なんだけど、助手がいるので、助手はサラリーマンの方に行ってもらいました。取るときは。あれ、漁業権はどうなってたんですか。漁業権はありません、あそこには。じゃあ皆さん、漁業権、漁師は放棄してたんですか。あそこでしょ。あそこには放棄、ないんですか。あそこにはない。ないです。漁協の管轄が違いますので。はい。だから初期にはここの磯津漁協というのがあったんですが、その磯津漁協が原発当初は、伊方五十番の工事のための埋め立てに対してですね、その埋め立てを差し止めを求めたんですね。そういうカルシウム申請とかいう裁判して戦った、そういう漁業ぐるみで戦う、その反対運動をやった実績や当初はあるだけど、まあ、県全体や県漁連全体のすごい圧力がかかったり、いろんな工事関係についての嫌がらせがあったりといういろんな形があったためにですね、まあ、伊藤津漁協としてはその裁判を途中で降りられなくなったという、まあ、そういうような、まあ、大体このここの地域っていうのはもう地域ぐるみの
大体あのみんな上げてのですね反対運動というか反対というものがずっと、まあ、当初からあって、まあ、それを代表するようなみんなの地域の声を代表するような形で青年たちが、まあ、ある意味ではもちろん原発の前からももう作ってましたから彼は独自でのもちろんそういう研究会を立ち上げておったんだけどその後立ち上げてすぐにまあ原発問題が起きたんでそのまま、まあ、地域の皆さんと一緒に原発反対にずっとまあやっていくという形になったんですね。昔はですねあそこにタコ一本釣りという漁業権があったんですよ。タコの一本釣りどこ行っても釣ってよろしいという許可があってで僕らが昔の人はそこへ現に行って操業しよったとでそういうのを盾に裁判を起こしたんやけどただその権利は10年にいっぺん切り替わるんですよ。でその時に取られたんですよもうその時にだからもう僕らはもうそういう権利がなくなってしまったのでやめたんだ。伊勢崎とこれ キーツです、はい、キーツあそうです。ここは伊勢崎地区なんですね。そうです、伊崎の方です。伊崎記述はこのありなんですか。それで2つ合わせて磯津ということで、漁協が磯津となっています。磯津漁協ですね。青年団が母体になって多いですか。いや、そういうことはない。関係ない。これ調査しようっていうのは誰の発案だったんですか。緊急病院でした。これはですね、裁判に、ま、あの第一頃に一応勉強しながらやってきたわけです。あの弁護士を立ててね、やってきて我々も知ろうと、そういう中で第一番の挫折感を味わったわけですね、最高裁判に行って。で、我々ができることは何ならと。ということで始めたのが、我々がもうここの地域の住民としてやれる、まあ、反対運動にその証拠を見つけることは何かに、それからが最初の海の調査に入ったことです。それで日頃の、本人訴訟、一応こっちが発生地区の中で海を担当しようという形の中で、まあ、アラメから始めて砂の採取まで行ったということです。これですね、こういった、まあ、各地に原発訴訟を起きますけれども、漁師さん含めて、こういった調査活動をしてきたというのは、珍しいですか。珍しいと思います。まあ、単発的というか、なんか例えば、原子力発電所で事故のような形で放射性物質を海へ流したということは、まあ、時々あるわけで、それを受けて海の調査をするというようなことは、私自身もあちこちでやってきましたけれども、ほぼ40年近く、35年ぐらいですかね、にわたってこういう調査を続けてきたということは、私はここだけしかありませんし、これだけ長期間にわたって同じ場所で調査を続けてきたということも、私以外もほとんどない貴重な調査だと思います。小池さんが裏でやりましょうとかっていうわけじゃ全く違います主体は彼らがやると言ってくださったので、まあ、私はそのただお手伝いをしたというだけであって彼らの功績です。それであれ荒部調査に行ってもね、四国電力、まあ、カメラで監視しよるんですけど、潜って取り寄ったけど、僕は漁師ではありません。真のあの果樹農家です。専業農家、まあ、海についてはお手伝いという形の中やけど、取って帰って測るのにね、そのワッピンがついたバラ網が出てる。向こうもやっぱ調査しとるのかな、うん、そして砂についても監視されてる。やっぱりこれは我々がしたことの抑止力になっとるわけ、うん、私はそう思う。今日の方法発表というか報告の、その当時和光土県の調査が抑止力になって海洋汚染が減りましたよという内容かと受け止めたんですけど、はい、一方で、この前ちょっと違うのを予想したんですけど、福島で問題になっているトリチウム、今日もあのデータとしては出てきてるんですけど、この調査ではトリチウムって何検出されてるんですか。
されなかった、測定していない、していない、どうです、あのトリチウムというのは先ほどもちょっとだけ聞いていただきましたけど、あの水素なんです。それであの原子力発電所でそのトリチウムという放射性物質が、まあ、運転に伴ってできるのですけれども、それは水素ですので水になってるんですね。で水の状態で温排水に混ぜて海へ流されてくるわけですけれども、あの海水の水そのものがトリチウムで汚れているという状態になるわけです。で私たちがやったのは海底の砂を取ってきて砂の中の放射性物質を分析しているしたのが先ほどから見ていただいたやつ。トリチウムそのものは要するに海水なんです。で海水の調査は私たちしてこなかったので、少なくともあのこういう形で報告できるような形にはなっていない。そしてもしその海水のトリチウムを調査をしようとすると一筋縄ではいかないのです。通常の測定では測定ができないほど、あの薄ま、海が広いな大きいなで薄まってしまうので、あのほとんど測定できないというそういう性質の、放射性物質なんです。ですから、まあ、あのとても面倒だし私自身はやりませんでしたし、海水原子力発電所周辺の海水の汚染ということもあのほとんど調べ、あの私以外の研究者もほとんど調べてないし、あのできない。実態がなかなかよくわからない、はい、え実態がよくわからない、はい、あの海の汚染についてはわからないです。でも例えばあの私はトリチウムというのをあ の環境汚染を調べてきた経験もあるんですけれども、例えば青森県の六ヶ所村の再処理工場というのが、まあ、今建設途上でまだ正式には動いていないのですが、試験的な稼働をしているときに最初工場周辺でトリチウムで汚染が生じると私は思ったがために調査をしたことがあります。ただしそれも海はダメだと測定できないだろうと薄まってしまって、そのために、排気筒から、まあ、蒸気のような形で出てくるトリチウムというのがあるので、その蒸気を、まあ、空気中の湿度、まあ、湿気としてその風に乗って流れてくるんですけど、その空気中の水分を集めてそれを測定すれば測れるだろう。海の水で薄まってしまうわけじゃないから、空気中に出てきたその水分を集めて測ろうということをやったことがあります。そしたらばやはりあの汚染があるということが見つけることができました。ですからそういう特殊な形の汚染は、まあ、トリチウムについても測れるんですけれども、伊方の原発のように温排水に乗せてダーッと流してしまうというようなものに関しては多分測れないと思います。あ、すみません、あの犯罪保護部の尾崎光彦さんはいつ退職されたんでしょうか。あ2000年です。2000年度では2000年度で2001年の3月、2001年の3月に退職された。小学さんも分析に参加されたんですか。私は運び屋です。全体のコーディネーター。そうそうすみません、あの砂は一体どれぐらい採取するんですか。何キロ砂採取する量はどれぐらい。何キロあるんだあれ。何キロあるの砂。量。はい。あれ場所によって違うんですけど。うん。取りにくいとこ取りやすくなるけどな。三キロか。三キロ。四キロぐらい。なるほど。ごめんなさい。年一回の調査になったらいつぐらいから。何年前ぐらい。この、線が1年ごとに書いてあって、この辺は密ですよね。だから、ね、年に何回もやってるんですけど、この辺はもうほとんど年に1遍ぐらいだし、こっちになってくると2年に1遍、3年に1遍とかそんなん。あ、最近は3年に1遍ぐらいです、はい、これ最後が2012年。
これですね、2010年か11年か2012年ですかね、はい、すみません、もう一回コバルト60が原発に由来するっていう理由、まずはその、これが、取水口側の湾ですね、はい、で水を取り入れてその水にコバルト、まあ、処理をするわけだけれども処理しきれなかったコバルトを温排水に混ぜて温水口側から海へ流しているわけですね。でこれは取水口側、これが放水口側、比べてみていただいて放水口側の方が多いということは皆さんも分かっていただけると思うし、ずっと離れたところではもうほとんどないということになっているわけですね。ですから、まあ、原子力発電所の、まあ、取水口側だって何がしか汚れてるみたいだし、放水口側ははっきりと汚れている。もうこうなれば原子力発電所だろうと私は思いました。まあ、皆さんどういうふうにこの図を見られるか分かりません。それから、まあ、さっきも聞いていただいたようにセシウムの減衰の仕方とコバルトの減衰の仕方が違っていて、コバルトの方は要するに減衰してな してないわけですね。だからつまり追加的に放出されているということの証拠だと私は思っています。元の自然にはあの回数、検出された回数は黒いひし形をカウントすればいいんですか。はい、この塗りつぶした赤のひし形を、まあ、見ていただくのが一番。それで回数を言うたんで分かるんですか。あの読者に、ね、説明する前に、ね、はい、これ何年間の間にこれ何回検出されたの、はい、それでその回数、あれを数えたらいいんですか。はいはい、数えていただいてもいいと思いますし、例えば図を2枚、これが放水口側ですね、それからこれが取水口側で、この2枚の図を例えば読者の人に見せていただければどっちが汚れてますかと判断していただけると思います。塗りつぶしを見ればいいんですか。え、塗りつぶしだけ数えればいいですか。はい、この白い塗りつぶしてないやつはさっきも聞いていただいたようにコバルト60というのは直腸的な2本のガンマ線を出すんですけれども、そのうちの1本しか私が検出できなかったということで、ここにダウトクルと書いてありますけれども、どうも疑わしいというそういう検出結果なんです。でも1本は測っているのであるかもしれない、ないかもしれないというのがこの白抜きの仕方なんです。でもこの両方 赤く塗りつぶしてあるのは確実にこれ検出してますので、まあ、この赤く塗りつぶしたのを見ていただくのが一番確実だと思います。そうすると何年の間の時に何回でにわたってどれぐらいの量のコバルトを検出されたんですか。量はですからここに書いてあるんですね。で1グラムあたり何ピコキュウリという、まあ、昔の単位ですけれども、一番下が10のマイナス5乗、10のマイナス4乗、10のマイナス3乗というふうに1段下がるごとに10分の1ずつ減っていくという、これ対数方眼紙と呼んでいるんですけれども、この辺だとすれば1グラムあたり、ここで 0.01 です。ここで 0.001 ですから、この辺は 0.004 ぐらいですね。1グラムあたり 0.004 ピコキュウリコバルトが含まれてました。そんな単位です。これが最小から最大まで最小から最大まで何ピコキュウリから何ピコキュウリ検出された。これがだから一番高いところですよね。1グラムあたり 0.004 ピコキュウリぐらいだったものがずっと減ってきて、この赤はそれより10分の1ぐらい少ないですよね。でここが 0.001、 ここは 0.0001 ですからずっと減ってきた。最後は何でいくつですか。数値ですか、単位ですか。出てる2000、ここですか。あ、最後に検出された年ですか。1990、これ、皆さんお手元にあるので、なんか物差しでも当てていただければ確実に分かっていただけると思うけど、パッと見た限りこれ1998か9ぐらいですかね。あれはじゃあ何個なんですか。これですか。
数字で言うとですか、これ横にずっと見ていっていただいて、はい、例えば この辺ですかね、この辺だとすると、1、2、3×10 のマイナス4乗ピコキュウリパーグラム、3×10 のマイナス4乗ピコキュウリパーグラムぐらいですね。ここはこれもあの、私にはパッとこうやって図で見てるけれども、皆さんお手元 の, あの図で物差し当てていただければもう少し正確に。ああ、ちょっとすみません。0.00? ここが1です。あ、10の0乗というのが1。ここが 0.1 です。0.001、0.001。ここは 0.0001 という、まあ、そういう単位で、10分の1ずつ減っていって。で、それを左に合わせると。はい。で、ここの細かい、この、あのメモリありますね。これが、例えばですね、この細かいメモリ、ここは1ですよね。ここは1で、2、3、4、5とずっと上がっていくんです。で、一番上、ここが10です。そういう。下から。はい。ここが1ですね。で、ここは2です。ここが3です。4、5と上がっていって、ここで10になるという、そんなメモリの振り方です。そもそもあの生データみたいな、あ、もちろんあります。あるんですね、はい、あります。あの落としていったわけでしょうから、生データからこのグラフを作ってるんです。あの生データがご入り用だということであれば生データを差し上げます。記事する場合は物差し測ってるとやっぱり間違いが起きる。はい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 、はい、あの生データが必要だ。これ 3つ目ぐらいのメモリなんですけど、0.0003 でよろしいですか。どこですか。その一番右が。これですか。はい、ここが 0.1、0.001、0.0001、0.0001 か。ごめんなさい。要するに10分の1ずつ減らしていった、いったここの大体3ぐらいだね。3ですよね。はい、ぐらいですよ。で、はい。0.0003 ですよね。デジタルデータがご入り用だというなら、あの。後ほど。79年です。最後は99。ここで見つかっているのは98ですかね、99ですかね。皆さんお手元の方で見ていただいた方が確実だと思う。これがあのちょっとずれたりしたら。ずれた。いや、あの99年の例えば6月だったとすると、ここで99の2000台だの真ん中に来るはずなんで。だからずれとんですか。はい、月単位もだからあのちゃんと入っていく。はい。98年ですね。98年ですかね。はい。これあのその量っていうのはあのその環境とかにはどういう影響がある量なんですか。これ分かっていただけると思いますが、先ほどから聞いていただいているように1段下がると10分の1ずつ減っているんですよね。この対象妨害してるのは10分の1、10分の1、10分の1で減っている。で、これ天然の放射性物質です、カリウム、はい、こんな量がたくさんある、1グラムあたり10ピコキュウリーというぐらい入っている、土の中には含まれているわけですね。で、その他ウラン系列、トリウム系列というのが1グラムあたり 0.2 ピコキュウリーぐらいでずっと、まあ、変わらず、もちろん天然の放射性物質ですから、土の中にある。それに比べてコバルトというのはそれのまた10分の1、またその10分の1というぐらいしか今海底の砂の中にはないということですから、原子力発電所が放出してきたコバルトというのは確かにあるけれども、天然の放射性物質に比べればまだまだ汚染は少ないという。すみません、さっきあのグラフをこうちらちらと変えるときにちょっと見えたんですけど、ポイント A とポイント B のセシウムの濃度なんですけど、はい、ポイント B の方が高いと思うんですけど、少し。そうですね。どういうところから減っているんでしょうか。はい、あの場合によってはこのセシウムもこれがポイント A で取水口側だし、これが放水口側で、あのご指摘くださったようにこの辺を、取水口側ではこの辺にあるのに、放水口ではここであるわけで、放水口の方が高いというご指摘は確かにそうだと思いますので、コバルトが
流れてきているように、原子力発電所から放出されているように、セシウムの一部も原子力発電所由来かもしれないと思います。でも確実な証拠ではないと思っているので、私としてはそのコバルトだけを注目してきたということです。場合によってはおっしゃる通りかもしれません。一応燃料ペレットの中に閉じ込められているという話ですから、閉じ込められてないのですよ。あの、はい、あの必ずだから一部の放射性物質、セシウムにしてもコバルトにしても、あの一次冷却水に漏れてくるのです。でそれを、まあ、排液処理ということでできる限り捕まえようとするわけですけれども、でも排液処理では100あるもの100を捕まえることはできません。99捕まえたり、99頑張って 99.9 捕まえたりするわけですけれども、一部のものはどうしても捕まえきれずに温排水に混ぜて捨てているということになっているわけです。ですからコバルトもそうだし、セシウムもそうです。あ、すみません、すみません、ありません、そこのところなんですけど、一次冷却水の中に溶け込んで、それが、どういうルートで温排水に混じるか、もう一回教えていただけますか。はい、あのたくさんあるんですけれども、原子力発電所からはですね、まあ、ドレンって私たちが呼んでいる、まあ、排液が生じるんですね。で、機器ドレンとか床ドレンとか、あの洗濯ドレンとか、いろんな形で出てくるのですけれども、例えばそのポンプというのは回転しているわけで、軸受けなんかから漏れてくるというのがもちろんあるわけだし、作業員が、あ、そうですね、いろんな作業をして衣服が汚れたりするわけですね。そういうものは今度は洗濯するわけですけれども、洗濯の排水が出てくる。それもなんとかその捕まえようとはするけれども、100あるものを100捕まえることはできないので、一部は温排水に薄めて流すということをやっています。ポンプとかから微量やっぱり水が、そう、一冷却水が出てきたりとか、はい、あるいは、作業の洗濯排水とかに、はい、まあ玉切れたりして来ると。そうです、はい、一次冷却からポンプを通じて二次に入ったりしていって、でやがて温排水に出てくる。一次冷却水から、一次冷却水から、一次冷却水って、まあ頭上では絶対にあの外と交わらないループになってますよね。はい、あのだから漏れないと言ってるわけですけれども、漏れないわけではなくて、例えばここに書いてあります機器のドレーンとか床排水って書いてありますよね。それからここは洗濯排水と書いてあるんですけど、完璧に閉じ込めるということはできないのですよ。ですから、あの機器ドレーンなんていうのは、いろんなポンプとかポンプなんかから漏れてきちゃう水が必ずあるということで、ポンプから漏れた水はどこに行く、回収しようとするわけですよ。で、漏れるところにその水回収する受けがあって、あ、その受けてまたそのタンクに入れたりするわけです。それから受け切れずに床に落ちてしまったものも、床にその排水マスがあって、そこから受けてタンクに 戻すわけです。それをフィルターを通したり蒸発処理をしたりして、放射性物質を捕まえようとするのですけれども、さっきから聞いていただいているように、100の100を捕まえるということは排出処理ではできませんので、90捕まえよう、あるいは頑張って99捕まえよう、もっと頑張って 99.9 捕まえようというようなことを、まあ、やるわけだけども、一部のものは捕まえきれないから海へ流すということをやってきたわけです。はい、コバルト60ってもともと当然自然にはないんですよね。天然ではない。自然にはありません、はい、自然にはないし、核実験でもほとんどできないので、自然環境でコバルト60が検出されれば原子力発電所だと言える放射性物質ですから、私たちは特にそれに注目して測定をしてきた。すみません、和光研究会の方に冒頭に今回ので調査は以上終わり研究会としては存続するんです。あ、存続します、はい、今後なんかどういった活動をしようみたいな。あ、今具体的なことまだ考えてはおりませんけど、まあ、存続するのは間違いありません。おそらく死ぬまでやると思います。そういう観点でさっきちょっとトリチウムのことについてお伺いしましたけど、特に漁業関係の方は若干、まあ、福島の漁協なんかは反対しますけど、ちょっと心配になるんじゃないかなという勝手に思ったりするが、あんまりそこまではちょっとないです。
研究会の会長さんのお名前、会長はちょっといないんですが。あ、いないんですか。はい、代表になるんですか。どういう、あのですね、誰かが代表になると、はい、こういうふうに応答していろいろせんといけんので、はい、こういうのをなしにして、まあ、例えば会計さんとか、はい、会計上の関係とか、はい、連絡員とかいうのを決めてそれぞれにみんなやっております。なるほど、はい。まあ、今回その最後にもう一遍ちょっとあの意義ですよね、自分らで33年間やられて、はい、られた、これもう一遍ちょっと一言いただけませんか。どういう意義があったとか、まあ、今回やられたのについて別にそういう深い考えはないんですが、やっぱもし今度僕らの子孫が、なんでその時頑張らなんだと言われるようなことだけはしたくないなというのが私の考えです。だから、まあ、今回これで抑止力が働いたりとは、はい、子孫に胸を張れると思っております。あと西村さんからも、それぞれ一言ずつ、そうそう、ああ、だから、もう言うたな、まあ、まあ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 、まあ、まあ、そうだ、その一億はこれまでの一言。私もあの農協に勤めとったんですが、農協職員で32年、原発運動で40年、これほど多いんですけどが、なかなかあの勤めとることは土曜日曜しか出れないんで、みんなにも迷惑かけたんですが、あのここの地域が一つになったら反対した経過があるので、皆からは一つもその突っ込まれることがなかった仕事関係で、だからまあ有給と土曜日曜とで、まあできるだけ参加はしたんですけど、まあ、定年になってからはまあ何でも出れるようにはなったけど、まあ、ご存じの通り検査調査も年1回か2年1回ぐらいになって、あんまり出ることはないんだったんですけども、私もあの鎌田さんと同じように、まあ、死ぬまで反対運動は続けたいと思ったんです。以上です。どこ行ったの？まあ、一つ僕はこうテレビ見て、まあ、3.11 の、 あの津波のとこでことで、まあ、感じたことやけど、実際あれだけの施設を作ってね、勉強しとらん、あれだけあの国が隠してきてるんよな、あの放射性物質の拡散を、うん、ね、僕らちょっと、まあ、これが個人的なことですけど、まあ、1月に手術をしてね、 3.11 を帰ってきてずっとテレビ見てたんですよ。それでね、何がわからんと住民は子供は遊ばしてる、浪江町やったかな、はよ、うん、逃げようと心の中に叫びましたよ、私が。それだけの知識がないのかなと。本当、あれだけのもん県外、ね、国に頼っとると、やっぱな、思うのは、自分のとこは自分で守らないけん。それが基本ですよ。私はそう思いました。あけん、私らは、まあ今、女の方は、女性の会ですかね。八幡浜市議会に、あの大化堂のあれを出しとると言いますが、市長についても市議にしても勉強してほしいと思います。私はそう思いますよ。すいません、よろしい。その、流れたそのコバルトとかですね、テシウムというのは どのあたりにかけ、どういう方向に流れていった、どこまで流れていってるかということですか。わからないんですけど、要するにこういうところでしか私たち調査してないわけですね。でこのポイント A という、そうですね、小野海水はこっちから引き込んでこっちへ出しているわけですね。でこことここを調べたらばこっちが汚れているということはずっと聞いていただいた通りなんです。でここやここはもうほとんど検出できないくらいになっているわけで、こういう方に汚れているんだろうけど、どこまで汚れているかはよくわかりません。滝先の方、こっち側ですか。あのここもポイント A というところも C や D に比べれば汚れているわけですね。
ですから、ここから流しているんですけれども、潮はこっちへ流れたり、こっちへ流れたり、西へ流れたり、東へ流れたりしているわけですから、多分西側だって汚れているんだとは思います。この周辺に比べれば、こっちは汚れてないわけですから、多分汚れているんだろうとは思うけれど、どこまで汚れているかは分かりません。よろしいですか、はい、まあ、あと一応では一応形としてはこれで今日の発表会、終わりたいと思います。数字をデジタル数字でお伝えしていいでしょうか、はい、ポイント B のですね、一番初めは79年の1月25日のサンプルですけれども、コバルト60が 1g あたり 0.0037 ピコキュウリです。それで、すいません、ちょっとテレビが飛んでしまう、また出します。ポイント B の最後の検出が1997年12月15日のサンプルです。それで 0.0004 ピコキュウリパーグラム、0000が3つつけて4がピコキュウリパーグラム。最初は79年何ですか、何月ですか、最後ですか、最初79年最初最初最初、はい、お待ちください。1月25日1979年1月25日にサンプリングした。最後がコバルト60の検出ですか、はい、今さっき言われたのに、はい、最後にコバルト60が検出できたのは1997年12月15日にサンプリングした土です。よろしいでしょうか。あと97年が一番低い、あの低い値として一番低いです。 0.000 検出された量です、はい、で79年が一番高いということでよかったですね。ですね、 AB 含めてさっきのやつを見ていただければ高いはずです。これですね、これよりもこっちの方が高いですよね。あ、高いですね。あ、それ、はい、一番高いやつを一番高いのはですね、ちょっとじゃあ話してください。一番高いのは1981年6月14日に採取した土の中から 0.0047 ピコキュウリパーグラム。0.0047 です。これは AB 地点含めて一番高いですね、これが B ですね。 B ですね、A はこれですから、そうですね、はい、B がやっぱり一番、はいはい、先生、ちょっと考えますか、その、この数字をどう評価するかというところで、さっきその確かにあるけど、天然の補正物質に比べたらまだ少ないというお話でしたけど、はい、その環境への影響というところで言ったら、どういうふうに考えたらいいですか。もう影響を少ないと考えればいいと思います。ですから私たちが問題にしたのは、はい、影響の大小ではなくて、原子力発電所というものが運転されてしまうと日常的事故がなくても日常的にも放射性物質が出るんですよということを証明したかったということで、その証明をしましたと。ただそれでじゃあ環境はものすごい汚れていて影響があるのかどうなのかといえば今の段階では、まあ、ほとんどないでしょうということ。ただ海のね、これはオンハウスの方、まあ、周囲あれは流れたことになりますが、まあ、周辺のずっと陸業者の方とか地域の住民の方にずっと、まあ、そうですね、やっぱり膨大なそのいわゆる富士川の何倍もあるような川が突然ポンと止まっちゃったわけですね、2年半ぐらい。だからこの2年半ぐらいの間その大きな流れが消えたということで、
それまでそういうものを求めてきてた魚がもう減ってきたということで、だんだん元の環境にですね戻りつつあるかと感じるということはね言われてます。でそれだけじゃなくて もう皆さんもご存知だと思いますけど、敦賀の山の方ではもう兄弟の水産試験場の研究員の方が実際にもう全く環境がですね従来の原発が動く前の環境に戻りつつあるということを言っております。それから佐賀原発九州の場合もダイバーの方がですねやっぱりちょうど運転中に潜った時の同じポイントをこのほど移したらですねもう完全に海藻がなかったのがもうきれいに戻ってきてるという、ねまあ、そういうような非常に全国各地の原発のところで運転停止してから海の状態が海底の状態が元へ戻ってたということの報告は今もう最近だってようやく今出てきてますね。これからどんどん、まあ、止める期間がなければ出てくるだろうということで、まあ、僕らはねやっぱりなんとか元へ戻りつつある海をねそのままにしたいと、まあ、大気中もそうだし海の中もそうだし、そういう環境をねやっぱりなんとかこれからようやく元へ戻りつつある放射能もそうですけども、そういう状況をみんなで守っていきたいと。だからまあ絶対に再稼働させないと。でそしてまあそのまままあなんとか入るように持っていこうと。でそのまま力としてこの間大井の判決もですね非常にみんな勇気をもらいました。ぜひ皆さんもその判決の内容をねぜひ頭に入れてまたこれから報道を当たっていただければと思います。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、はい。あ、もう一人？時間ある。